ウイロード第10節1戦目阪神タイガース対コーク7番バッター丸。コークスこの回2点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。さあここもつないでいけるか。打ちました、いい当たり、一塁送球アウト、ワンアウト、これは進塁打になりました。ワンアウトランナー三塁となります。打席には6番バッター糸井。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。初球は大きな変化球、ボールになります。引っ張った、これはファーストライナー。バッターボックスは3番井上。先ほどの打席でソロホームランを放っています。フォアボールのランナー、変化球打っていった、決めてファウル。もう少し止めたかったですね。少し早かったですね。そうですね、ファウルです。ジャストミート、ファウルです。ストライクです。切りました、ファウルボール。中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン。ホークス追加点を挙げました、14対0。さらにソフトバンク内に打ちました。